速度違反自動取り締まり装置。速度違反自動取り締まり装置は、道路を走行する車両の速度違反を自動的に記録、取り締まる、スピード測定器である。通称のオービス。オービスは、ラテン語で、目を意味する言葉から取った、ボーイング車の商標である。そのため厳密な意味では、ボーイング車、もしくはライセンスを受けた東京航空計機以外の、 取り締まり装置をオービスと呼ぶのは誤りであるものの、他社の製品を含めての取り締まり装置全般の通称として使われることが多い。商標の普通名称かも参照。警察の隠語からネズミ取り機などと俗称されることもある。以下、本文中では単に取り締まり装置という。主要な幹線道路や高速道路、事故多発区間。 速度超過違反が多発している道路などに設置されており、制限速度を超過して走行している車両を検知すると、当該車両の速度を記録し、ナンバープレート及び運転手の撮影を行う。作動速度は道路状況によるが、固定式取締り装置は主に速度超過違反が多発している道路に設置されているため、重大内反に重点を置いており、基本的には一発で免停となる。 赤切符の違反のみを取締り対象とし、一般道路では時速 30km 以上、高速道路では時速 40km 以上の速度超過で撮影される。過半式取締り装置はこの限りではないため時速 15km 以上の速度超過で撮影される。ただし、各都道府県によっては敷地を変動させている場合もある。日本国内の場合は、 撮影の瞬間に多くは赤色、白色のものもあるのストロボ、フラッシュが発光する。自動取り締まり装置によって撮影されると、数日から遅くとも30日以内に、警察から当該車両所有者に出頭通知が送付される。レンタカーや事業者や個人間賃借の場合は、運転手特定のために、さらに数週間から数ヶ月を要する場合もある。 固定式取締装置を設置している道路には設置していることを警告する標識が設置箇所の約1から3キロメートル前に少なくとも2箇所設置してある例速度自動取締装置設置路線が例外もあるこの看板は法令で設置しなければならないと定められたものではなく助手席など同乗者の顔も映ってしまうことに対する配慮や 走行速度を低下させることを目的として、制限速度を守るという高指導のために設置されており、過去の裁判の判例によれば、必ずしも設置しなければならないものではない。過半式及び半過半式取締装置の場合には、事前の警告看板の設置は行わない。これは導入の際に、ウェブサイトや報道で周知しているため、 予告看板は必要ないからだという。また、警察内では、路肩等に装置を設置する定置式の取締りでは、一見して取締りを行っているとわかるとして、事前告知は不要という認識があるという。ただし、都道府県警によっては、取締りの際に独自に警告看板を設置しているところもある。例えば、愛知県警などは、 過半式取締り装置での取締りにおいて予告看板を設置せず行っており、その旨をウェブサイト上で公開している。過半式取締り装置の運用開始1ヶ月以後は予告看板を設置せず取締りを行うことについて愛知県警と検察庁で協議し、検察庁から承諾を得ているとのこと。予告看板を設置せずに取締りを行っている愛知県警でも 実勢速度低下の効果が認められており、警察の認識通り、必ずしも予告看板を設置する必要があるわけではないことが実証されている。標識の色は基本的に青色だが、都道府県により異なる場合がある。また、在日米軍関係車両の通行が多い、沖縄県では、またはと併記されている。H システムなどは、取締り装置の手前に別に、 速度検知器と速度警告板を設置してある場合がある。これは時速 5km 以上の速度超過で速度落とせのランプが点灯するもので、さらに片側2車線以上の道路では当該車両が走行している車線を示す矢印も点灯する。取締り装置は非常に高価な機器であり、維持管理費を除いた設置時の初期費用は 一台で約5000万円以上かかるため、フィルム式の古い機器の更新や故障への対応が、父として進まないことが問題となっている。アメリカ合衆国では、交通違反の取り締まりに反発する人々から、銃で撃ち壊される事件が多発したが、現在は対策がなされ、速度、信号無視、一時不停止取り締まり装置が多数、設置されている。日本の取り締まり装置も、 破壊攻撃を受けることを前提に設計されている。以前に、取締り装置に穴を開けて、ガソリンを流し込んだ上、放火される事件があったが、映像を記録する部分は無傷であった。他にも神戸市長田区の国道を2号に設置してあった、撮影部、カメラ部分を何者かに持ち去られる事件もあった。オランダのラリードライバーであるモーリス・ガッツォニですが、コーナリング技術の向上のために、 ガッツというカメラを開発したのがスピードカメラの起源であり、取締り装置も同じ技術を利用して作られている。日本における取締り装置は、1976年にアメリカからオービス3を株式会社アポロインターナショナルが警視庁に持ち込んだのが始まりで、その後東京航空機機のほか、京和電業、松下通信工業、原パナソニックモバイルコミュニケーションズ。 三菱電機などで生産されていたが、現在は、オービスや、LH システムなどを製造してきた東京航空機と、海外で、セス SSS や、ギャッツォなどを製造してきた、セスギャッツォグループだけが取り締まり装置を販売している。なお、オービスはこの分野に限り、東京航空景気株式会社の登録商標、日本代144,534号。 第147万6539号である。また、定置式速度取締りに利用される、下半式スピード測定器については、日本無線も製造しているが、これには撮影機能はない。なお、違反者、同乗者のプライバシー権の侵害であるという問題については、1969年、昭和44年12月24日の最高裁判所大法廷判決を踏まえ、 犯罪が原に行われ、証拠を確保する必要性及び緊急性があり、方法が合理的であるという3条件を満たすような場合に、本人の同意なく警察官による要望の撮影が許容されるとさており、取締り装置による撮影も同様に許容される。そのため、速度違反自動取締り装置による取締りは、 最高速度超過という犯罪が現に行われており、直ちに撮影しなければ現場を走り去ってしまうため、証拠保全の必要性及び緊急性があり、合理的な方法による撮影であるから、これら3条件を満たしており、1986年昭和61年2月14日、最高裁判所第2章法廷判決以後、一貫して取締り装置による、 写真撮影は日本国憲法に合憲でプライバシー権の侵害を認定した判例はない。速度違反自動取締装置での交通違反の取締り件数が2013年現在での過去5年間で20%以上減少していることが産経新聞の指摘により判明した。フィルムを使用した旧式のまま更新が行われていないケースや 高額な修理予算が捻出できずに故障したまま放置されているケースが散見されているとされる。また、速度取締装置の設置場所を知らせるカーナビアプリの普及もあり、速度取締装置が事実上役に立たなくなってきているとの指摘もある。また、2009年に制限速度の基準が改定され、道路の制限速度が引き上げられたことで、 速度違反自体が減少しているという要因もある。自動取締り装置による取締りは受傷事故の危険性が低く少ない人員で取締りが可能なので夜間等勤務体制から警察官の確保が難しい状況でも取締りが可能である一方、その場で違反の告知ができないため事故の追跡捜査の負担が問題になる。特に日本では 写真撮影による取り締まりの場合には違反者をすべて出頭させており、軽微な違反の場合で違反を認め反則金での処理に同意している場合にも出頭しなければならず、実際にすべての違反者を出頭させた場合、処理が膨大になる可能性がある。日本国外では大抵の場合郵送で手続きを行えることが多く、例えばイギリスの場合、 自動車の所有者に通知が送られ、28日以内に通知を返送して誰が自動車を運転していたかを警察に知らせなければならない。通知を返送すると罰金通知が送付され、インターネットを利用したオンライン払い、クレジットカード等での支払いが可能になる。オーストラリアのニューサウスウェールズ州の場合には法的宣言で 他の運転者を指名しない限り自動車の所有者の違反として処理され、通知が届いた段階で、クレジットカード等で反則金の支払い可能になる。ニュージーランドの場合も自動車の所有者に通知が送られ、通知を受け取ると、クレジットカード等での反則金の支払いが可能となり、違反について争う場合などは、取締り装置の写真の示せ等を要求することができる。アメリカ合衆国では、 速度取り締り装置の他に、バス専用レ園ン鑑識、信号無視鑑識、一時不停止取り締り装置、横断歩道の横断歩行者妨害取り締り装置、交差点内停止取り締り装置が利用されている。2007年に、カリフォルニア州の公園に初めて一時、不停止取り締り装置が設置された。一時不停止の罰金は100ドルで、当初は一件の違反に対し20ドルが装置を、 設置したレッドフレックス社に支払われたが2008年5月に取締り装置1台あたり毎月4400ドルの定額料金を支払うことに同意したバッテリー駆動の過半式の一時不停止取締り装置も運用されており素早い設置により柔軟な取締りが可能であるイギリスでは通常の取締り装置のほかにスペックスと呼ばれる 平均速度監視装置が多数設置されている。この装置は日本の旅行時間測定システム T システムと同じ方式で2台のナンバープレート読み取り装置を利用し車両の2点間の移動時間と距離から速度を測定する。スペックスは1組の装置で200メートルから10キロメートル間の平均速度を監視することができ、多くの場合、測定距離は数百メートルであるという。 複数の監視装置が連続して設置されていることが多く、どの装置が測定の組み合わせになっているか判別することは不可能である。平均速度監視装置は取り締まり装置付近で減速し、すぐに加速されてしまう、従来の速度取り締まり装置よりも長期にわたって制限速度を遵守させるという点で優れているとの主張がある。 有名な平均速度監視装置の例として、スコットランドの A77 道路ににわたって連続して設置されており、速度違反車両の割合は大幅に減少した。2017年には、スコットランドで初めて市街地で平均速度監視装置が運用された。2013年から2015年までの3年間に6件の人身事故が発生していたが、設置後の1年間では、 人身事故は一件も発生しなかった。取締装置設置前は5台のうち3台が、速度違反をしているような状態であったが、設置後は、毎日1万5000台の交通量がある中で1日、あたり2台まで減少した。スイス国内の自動速度取締装置は、警察官の手によって、スイス名物、チーズ、牛柄、時計、アーミーナイフの柄や形状にデコレーションされたものが、 数多く設置されている。スイスでは自動速度取り締まり装置の位置を知らせる装置は固く禁じられている。ナビゲーション機器のソフトウェアに固定速度取り締まり装置の位置が含まれていると機器が押収され破壊される可能性がある。これは携帯電話や携帯機器のアプリケーションにも適用される。ドイツにも日本とほぼ同じ自動速度取り締まり装置が多数。 設置されているが、信号無視を検知する、自動信号無視取締機が、都市部を中心に設置が進められている。赤信号にもかかわらず交差点に進入すると、取締装置が、信号表示と車両の全部、後部を自動的に撮影する仕組みである。二輪車の違反にも対応している。プライバシー権など、多くの人権問題を弱気しかねない、取締方法である。 自動速度取締装置に対し当初フランス国民の反発が非常に高いものであったため設置はほとんどなかった。しかし2000年以後警察が交通違反に対する取締りを相当強化したことにも伴い今でもフランスは交通事故手発国としてヨーロッパ圏内では悪評高く啓蒙のためフランスでは日々のテレビニュース番組で 今週の交通事故死亡者数が定期的に報じられるパトカーや白媒体による追跡、検挙のみならず取り締まり装置設置数は急増した。フランスでは様々な取り締まり装置が運用されており、固定式、下半式、半下半式、移動式、平均速度監視装置、信号無視監識視が運用されている。フランスでは走行中及び停車中に 前走者及び対向車を目に見えない赤外線ストロボで撮影することができる移動式取り締まり装置が使用されている。この移動式自動取り締まり装置を大規模に導入したのはフランスが初めてであり、この取り締まり装置は秘匿性が高く、双方向に対応し、自動車を運転するだけで場所を変えることができるため、機動性が高く、そして走行中の取り締まりによって、全国各地の あらゆる危険な道路での取り締まりが可能であり、最も高い効果があることを示した。この装置はマルチメディアによる広報により大々的に宣伝され、速度違反の抑制に大きな効果を上げている。半過半式取り締まり装置は、固定式や過半式取り締まり装置が設置されるような主要道路での取り締まりの強化に使われているほか、道路工事現場に設置することで、 道路工事に従事する人員の安全性を確保するという特徴的な運用をしている。事前警告標識が必ず存在し、その標識には、あなたの安全のため自動取り締まり中の文字およびレーダーが発信される様子が描かれたピクトグラムが表示されている。レーダー探知機は作動させていた場合はもちろん、所持だけでも検挙の対象となり、厳罰に処されるため、 欧州連合から車両をを持ち込む際などは特に注意を要する黄色いベスト運動により2018年から2019年にかけてフランス全土の取り締まり装置の75%が何らかの被害を受けたが政府は破壊に強いミスタフュージョン2と呼ばれる装置の導入を進めているこの装置は最大8車線に対応し200メートル先から 計測することができ、乗用車と大型貨物車の異なる制限速度にも対応する。現時点では、速度違反だけを対象にしているが、他にも追い越しでの違反、車間距離不保持のほか、シートベルト非着用や運転中の通話の検知も可能である。取締り装置一つにつき、ダミーとして四つの格納キャビネットがあり、運転手が知らない間に取締り装置本体を別の、 キャビネットへ移動するるる。ことができるようになっているオーストラリアでは通常の取締まり装置の他にフランスで使用されているような車両前面にレーダー、ダッシュボードにカメラを設置した移動式取締装置を導入している。この装置も停車中及び走行中に前走者及び対向車の撮影が可能で、現在の装置は赤外線ストロボとカメラを利用したフラッシュレス撮影を行えるため、 対向車などを減悪させずに撮影が可能となっている。速度違反自動取締装置と信号無視監視器の両方の機能を持つ取締装置も利用されている。韓国における自動速度取締装置は一般にイコール速度機や単にイコール監視カメラと呼ばれている。一般道路、高速国土問わず相当多数の取締装置が設置されているが、そのうち 実際は稼働していないただの取り締まり装置の模型も、速度抑止の目的から設置されている。ただし、減少している模様。また、この、監視カメラは、速度違反検知だけでなく、違反駐車検知、信号無視検知などを行うものも、ソウルの主要道路を中心に設置が始まっている。取り締まり装置の前には、オレンジ位置に黒文字で、イコール速度段束、つまり、 速度取り締りポリスエンフォースメントとの文字とカメラのアイコンが書かれた警告標識があり、この様式はほぼ統一されているメートル先の補助標識があるものも存在する。日本や他の欧米諸国の取り締り装置はかなり離れたところからもその存在が確認できるほどの大きさがあるが、韓国の取り締り装置は家庭用ビデオカメラ程度の大きさしかなく、 また普通の案内標識の間に隠されているものもあるので事前警告標識に気をつけなければ見落としてしまう可能性が非常に大きい。また韓国のカーナビはその道路の規制速度と取り締まり装置の設置場所、機種によっては車速を表示する機能を備えたものが多い。韓国の高速道路などでは先行するドライバーが取り締まり装置に接近するとハザードランプを点灯させ 後続車に取り締まり装置に対する注意を促す慣修がある。速度違反に対する反則金は時速 20km 以下と時速 20km 超過時速 40km 以下と時速 40km 超過時速 60km 以下時速 60km 超過に区分されており、最大で13万ウォン乗り合い自動車である大官民国道路広報第15条第3項。 および第113条参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。